はい、ということで今回使うデッキはこちらです。デバフの L をリーダーにしています。そしてですね、フィニッシャー要因としてはこちらアンドロメダ、盤面の駒の総数 ×180 の特殊ダメージを与えられるものと、こちらデバフのベガですね、コンボスキルが後半にとても強いものとなっているので、なるべくね盤面制圧をして後半にフィニッシュを決めていきたいといったデッキになっています。まあ戦い方としてはこちらアンドロメダやラブーシュカでですね、盤面上に回復マスを生成してフレデリカやミヤビで反転させたりですとか、こちらラブーシュカのコンボスキルに埋没スコップというものがありまして、盤面のですね回復マスをランダムで6個ダメージ B マスに変えることができます。最近はですねシーラザードデッキでもですねフレデリカが入っていたりして、結構ね回復を反転させてくる場合もあるので、そういった場合にですね回復マスをダメージ B に変えることによってね、よりねオーバーロードなどをかけてくるシーザーザードに対して有力にね立ち回ることができます。そしてこちらバクバクですねスラッジが入っています。まあね、こちらのデッキ苦手なデッキというとやはり毒耐久なんですね。ヘイランとかスパルムを序盤に置かれてしまうと、やっぱ耐久してるとね後半に毒のダメージが大きくなってくるので、そういうデッキのですね毒を消してしまいたいという気持ちを込めてスラッジを入れています。まあ結構相手に応じてですね、いろんな立ち回りのできるデッキなので、結構ねこのデッキね使ってて私も楽しいんですが、実際にねバトルやっていきたいと思います。さあ相手はスパルムリーダーですね。これは本当にこのバクバクをねうまいこと決めていかないと後々ね苦しむことになるバトルですね。はい、よろしくお願いします。スタンプもね変わりましたね。このお気に入りを登録しとけるようになったんですね。これ初手はとりあえずオーフィルで、これどうだろうな、打ち方迷うんですが耐久打ちにしようかな。私の言うこと聞いてもらうわよ。うわこれちょっと待って、バクバク釣られちゃうこの流れ良くないね。ここでバクバクを釣られるのは辛い。これはガーンですよ。相手も HP 的に結構毒耐久っぽいんですよね。そうくるよね。運のない奴らじゃのう。自分用回復マスを生成してなるべくスパルムを盤面上に出されたくない。私の言うことを聞いてもらうわよ。さあこれで多分スパルムは出てこないとは思うんですが、どっちにしろ次のターン取られちゃうからね。変を、L かな。 L 落ちましょう。長期間牢に監禁。毒耐久っぽいな。多分このターンでスパルムは出されると。どれ出そうかな。これは本当にオセロ頑張らないとだね。静かな心で受け止めてください。お、この子はなんだ、シールドか。なるほど、あれだ、サマーヒアソフィアみたいな感じか。ジルドレ置いとこうかな。
これうまいこと、そうだね、ダメます。敵専用ダメます。HP が高めなので相手も。敵専用ダメます生成を頑張っていきたいですね。ラブーシュカのコンボスキル使っちゃうとダメージビーマスまみれになっちゃうんで、あ、相手に消されましたね。どうしようかな。今ね、まだ私全然オセロでね勝てる自信がないんだよねどう打ってこうかなって今ちょっと一生懸命考えてるんですけど、まあ相手もスパルムは取られたくないと思うので、奏でますよ。みやび出そうかな、ここで。ミヤビを出します。次相手が辺を取りに来ようとするとスパルム回収されちゃうんですよ。あの駒なんだろうな、月影かな。まだちょっと取っておきたいですね、フレデリカは。コンボスキルは怖いんですが、まあ今ジルドレが生きてるんで、ラニアを出しちゃいましょう。まだハーピストの動線も怖くないと。駒の総数 ×95 か、紙駒が10枚以上入ってたら多分これ発動しそうだな。ここで相手が打ってくるかもどうか微妙なんですが、うまくあとはフレデリカを使って、そうですね、相手の HP を回復マスで削っていきたい。ここでジルドレが発動しないかな、どうだろう。発動しましたね。帰りますと。ここはそうですね、フレデリカ使っちゃいましょう。相手にダメージビーマスと回復マスを踏ましていくといった作戦。おっと、特殊ダメージシールド、これは結構長期間カットされちゃうので、そうですね、アルキメデスを出してベガとアンドロメダをうまくつなげていきたい。これで相手が結構ダメージが入っていくんではないでしょうか。また本当にベガとアルキメデスをうまいこと組めるように立ち回っていきたいですね。あ、ベガとアルキメデスじゃない、ベガとアンドロメダね。おっと、ここで出されたのが召喚ヨシノか。絶妙な位置にちょっと召喚されちゃいましたね。この毒がね、結構ヘイランの毒が効いてきてる、ヘイランの毒が効いてきてるんですが、ここは耐えよう。たくさん奏でますよ。
あ、しまった。しまったー、これ。しまったー、この吉野のコンボスキルが強力なんですよ。これは私見逃してましたね。これはなんか特殊ダメージ罠っぽいのが置かれちゃいましたね。フレデリカ切れちゃったのか。切れちゃったのか。フレデリカ切れちゃったってことは、これでフィニッシュできないと辛いですね。いけ、もうこれはもう賭けに出よう。フィニッシュできるかな。いける、頑張れ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 。あー、そうだ、ダメだ、シールドを効いてるんだった。あー、カットされるか。されて帰ってくる。やばい、これはやばい。しまった、シールドが効いていた。いや、3803でしょこれね。しまった、バイセで行かれちゃうね。うん、ダメだ。ありがとうございました。いやー、これはね、ちょっとね、あの吉野のコンボスキル発動させちゃったのがミスですね、本当に。さあ、相手はシーラザード。これは本当にアンデッドを温存していきたいですね。そして先行、うん、みやびも温存してきて、あんまりデバフは必要ないかなとは思うので、デバフは結構早い段階で出しちゃおうかなと思うんですけど、 HP 的にも多分本当に純回復デッキといった印象はありますね。まあでも最近のシーラザード結構ね、フレデリカ積んでるシーラザードも多いんで、そこはちょっと注意していきたい。まずはオセロで勝てるように詰まっていきたい。シールド、シールド系かな。オッケー、ルキア引けましたね。これは良いルキア。これでバフがかかってるコマ引き出せるかな。回復バフな気もするんですけど、受け持ちとか。あ、違うな、違うな、忘れちゃいましたね。そうですね、ここはそんな安易にトラップにはかかってくれません。まあリッチでもアヌビスでもいいんですけど、オーバーロード、オーバーロードしてもらってもいいんだけどね、逆に。まあいっか、アヌビス出しちゃいましょう。フレデリカ積まれてる可能性もあるので、あとはそうですね、ラブウシカのコンボスキルで回復マスとか作られちゃったら、ダメージビーマスにどんどん変換していってもいいなとも思うんですけど、フレデリカもう早いね、ちょっと出勤が。ここはエル出しちゃおうかな。ローに換金、ダメージ B つけるならオーバーロードさせてもよかったかな。さあ、オーバーロードしてきた。フレデリカとね、ミヤビが今出てきちゃってるのがちょっとよろしくないんですが。本日の悪夢を見せてやろう。そこか。ちょっと私もね、再びまだオセロが分からなくなってきてるから回復ね。あ、ちょっとミヤビを温存しようかな。奏でますよ。
に雅出そう。こう行かれた場合は、こう行かれた場合はどうしたらいいか。うん、今出したくない駒がいっぱい出てきちゃってるな。シールドオーバーロード回復の駒がやっぱいっぱい入ってそうですね。今ね、手駒に S3 枚回ってきちゃってるっていうのが結構不利なんですけど、アルキメデス、アルキメデス出すしかないか。これ最終的にダメージ B まみれにしていく流れもあるな。 OK、 これでみやびのコンボスキルが通った。フレデリカ行っちゃってもいいけど、後半にね結構あの控えてそうだから、大きく回復してくるような駒が、とりあえずまだやめておこう。ここで打たれたかな。そういえばまだジルトレも出てきてないね。でラブーしか出てきたな。フレデリカ打ったら消されちゃうかな。ラブーシカも消されちゃうかな。相手的には嫌な駒だもんね。待って、まだまだ耐えます。で次フレデリカかな。うん、次フレデリカだ。ここでフレデリカですね。できればちょっとそろそろジルドレも欲しいな。OK、 ここでフレデリカを打って、最終的にラブシカのコンボスキルでダメージビーマスまみれにしましょう。ラブーシカの動線をちょっとうまく組んでいきたい。さあここは相手はどこに打っても痛い状況。おっと、しかもリッチが入ってたか。あー、私専用のダメージビーマスになってしまった。でもここでそうですね、ラブーシュカで回復マスを生成して、あ、できないんだ、そうだ、通常マスしか変換できないのか、この子は。
あフレデリカのそうですね効力が。あとこれキリンを打ってきた。ジルドレ置いとこうか。ここはジルドレを置いて次のターンにダメージビーマスまみれにしよう。これでシーラザードのコンボスキルが逆に痛いダメージが飛んでくるといった状況になっている。そうですね、これはジルドレを生かして、うん、アマテラスのコンボスキルを、そうだね、B にして、うん、アマテラスのコンボスキルが発動したらジルドレで返すといった状況にしよう。そしてここでフレデリカか。ジルドレで帰る。あとはダメージ B を踏んでもらう、踏んでもらいたい。フレデリカで反転してるから、うん、かな。これは受けて、多分これでイクシラとかが入ってても発動しないんですよね、盤面上に自分の神駒が足りない状況なので。でこれでダメージが入ると。 OK。 でここでアンドロメダで削って勝ち確かな。はい、ありがとう。そうだよね。オッケー。さすがにそうですね、一枚返しで、うん、飛ばせないと思います。多分イクシラとか入ってた。あ、デメテルだったね。我らに勝てを与えたまえ。オッケー、ありがとうございました。負けてしまいました。ナイスバトル。はい、ということで今回はですね、エルをリーダーにした回復を反転させて耐久していくといったデッキでねバトルをしていきました。まあ神デッキや回復耐久に対してかなり有効なデッキだと思うので、もしよかったらですね皆さんも使ってみてください。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。